はい、おはようございます。ここはどこ？いつもご視聴くださいましてありがとうございますね。ここはね、はい、滋賀県の道の駅あぐりの里立島というとこですね。なかなか旗もたくさん取れて、いろいろな野菜直売、日替わり定食ね、いろいろありそうですね。私も道の駅にはね、いろいろ行かせてもらってるんですが、まあ野菜を売ってるとこがねたくさんあって、そこに寄らせてもらうのもね、まあ楽しみの一つ。お食事もね、何かその土地土地のものがあったりして、お食事もね楽しみしております。また皆さんもね、こうして車をまとめさせていただいて、休憩、お買い物、お食事ね、また少しの仮眠させていただいてね、旅行者を楽しませてくれてるというような場所なんですね。まあ全国何千、三千何本あるんかな。私もまだね、100箇所行ってるかな。まあ数えはしてませんが、まあ間違いなく100回はね行ってると思いますが、まあ同じところの重複もあると思うんで、電車もね、電車じゃないわ、あの前にね、これ新幹線なんです、もう通るかなと思ってね待ってるんですが、この道の駅から新幹線見えるとこってあんまりないんじゃない？もうね、そろそろ通るかなと思って、先ほどから何度もね、通ってるんですが、待ってたらなかなか通らない。まだ朝早いからね、ちょっと通らないのか。まあそのうち通るでしょう。広々としたね中にありますので、なかなかその広々したゆったりした感じですね。まあ道も広いですね。今日は日曜日、車もね、会社に行く車は少ないですが、遊びに行く車はね多いんじゃない。あぐりの里って書いてますね。まあ私の車は今ガソリンですがね、これ EV 電気自動車のねコンセントもね、まあ今からは電気自動車になると言いますが、さてどうなるんでしょうね。電気もね高くなってきました。まして電気はね、夏節電節電とかねよう言ってますでしょ。あれ車が電気取ってしまったらどうなるんでしょうね。中には飛びませんね。やっと取れましたね。新幹線ね、早いね、やっぱり。
なかなかね、このチャンスを3回ほど行き過ぎてしまいましたんでね、待ってても来たと思ったらカメラ待ってないし、起動するのに時間かかるし、いつ来るかわからないし、普通ね、電車でしたら踏切あるでしょ、カンカンカンと鳴るとかね、ゆっくり来るでしょ、そしたらわかるんですが、なかなか新幹線は難しいです。もう1、2本ね、ちょっと撮影してみましょうか。出来栄えまた後でね、知らせてね。ごめんね。今回はなんとか撮れましたね、往復で。まあなかなかね、私スマホをね手で持って撮ってるんですが、手が揺れると言おうか、なかなか難しいもんです。ましてね、新幹線来るのなかなかわからないからね、音もなく来てスッと行ってしまう。なかなか難しいと思っております。ちょっと周辺ね、映してみましょうかね。これ東の方を見ております。真正面にね、阿吽の里道の駅ですね。そこから新幹線まで100メーターほど、まあこんな道の駅もないんじゃない。それと小さなお山があって、はい、ずーっとこれね、東から南の方に、はい、そこにね、済生会滋賀県病院ありますね。コロナで大変ね、忙しかったでしょう。どうもありがとう、職員の皆さんね、ありがとうございました。まだまだ油断はできませんが、またね、もう一踏ん張りお願いします。この向こうね、この山あります。これを南に行きますとね、三重県、はい、ずーっとね参ります。新幹線来ました、新幹線来ました。ね、早いでしょ、音もなくやってくるでしょ、すごいね。電車の音ちゃうね、電車の音違うんか、電車やからね、電車の音でしょうけど。で、この向こうがね、北側です。北側にはね、あの琵琶湖がありますね。ちょっと飛びましたが、この左側がね、京都、こちら行くと京都ですよ。うん、だからね、ここからは色んな県に行けるんです。真ん中の県ですんでね、滋賀県は。うん。まあいろいろと
楽しいことねばかりですが、皆さんもねここ来ていただいてね、新幹線を取っていただけますか。この道の駅でね休憩して買い物して、で新幹線見て、もう少しね前で見ればいいんですけど、撮るのにはちょうどこれぐらいかな。このね線路の向こうにも広々した田園がありますんで、向こうからも撮れますが、まあ光の加減でねこちらから撮ったほど撮りやすいんじゃないかと思ってます。それではね、ちょっと待ってな、もうちょっと待ってね。ああ、気づいた時にはね、半分来ております。待っててね、あっと思ったらね、ダメですね。今みたいにね、失敗ばかり。ちょっとね、画面も小さいしね、ちょっと大きくしましょうか。はいはい、ちょっとこれでらしくなってきましたね。次はね東の方から来ると思います。予測ないからね。あ、ほれほれ、来ました来ました。予想した通り、来ましたね。半分は失敗しましたが、半分は成功。この地点はね、先ほどから見てましたが、新大阪から来る新幹線と東京から来る新幹線交わるポイントです。はい、いいポイント見つけたでしょう。ここね、先ほどから見てたら3回ほどちょうど交わってました。ここからねちょっと東寄りかな、交わってくるんですね。その場所へ行くとね、渋市渋市、新幹線は10分ぐらいに間隔で通ってるからいくらでも交わるのちゃう。ああ、そうかね、10分間隔で交わってるんかな。まあ計算的にはわからんが、でもねちゃんとこう取れる場所ってそんなにあるんかな。そういうとこではねビューポイントではないでしょうかね。それでは今日はね、うまく映ったか映ってないかは皆さんのご判断にお任せして、このね道の駅あぐりからさよなら、また会いましょう。その前にね、登録だけ忘れないでね。それでは渋一度お別れです。滋賀県、リットでした。またね、ここに皆さん道の駅来て、すぐ新幹線見れますんでね、子供さんたちとここで一日ピクニックしてもね、いいと思います。それではさよなら。またね。